松崎です。この画面はですね、日本航空機からヘルシンキのですね、バンタ空港にアプローチをしているシーンをビデオしております。これが終わりますと、あ、今の時期、はい、バッチリ、エアポートに着きまして、ビデオ、エアポートからですね、タクシーを使ってヘルシンキの東部まで走ります。でこれがそのシーンなんですけれども、ものすごく涼しかったですね。そしてここが、私たちが住んでいるアパート。